エウノミアの軌道、エウノミア族は、主に S 型小惑星で構成される比較的大きな小惑星族。メインベルトチューブの一番有名な小惑星族であり、メインベルト小惑星のうちおよそ5%が、この小惑星族に属している。最大の小惑星はエウノミアである。岩石室の S 型小惑星の中でも、最大で、長径は、 約 300km であり、平均直径も 250km、この族のほぼ中心部に位置している。エウノミアは母天体であった小惑星の70%以上を含むと推定されている。母天体は平均径が約 280km で衝突により粉砕されて小惑星族を形成したと考えられる。 エウノミアの表層と小惑星族の小さなメンバーのスペクトルに多少ばらつきが見られることから母天体はある程度まで文化が進んでいたと思われる。にもかかわらず別の研究ではその衝突の前にまだ小衝突があったと考えられている。その衝突は小規模であったものの 50km ほどの小惑星が時速 22000km で衝突したと。 考えられている。他の属構成員は、エウノミアの周辺軌道に参見される。次に大きい小惑星は、直径約 65km の地下であるが、その軌道は、エウノミア族と捉えられる領域のうち最も端に位置しているため侵入者ではないかと考えられる。確実にメンバーである、小惑星でその次に大きいサイズは、 直径3 0トル程度のものがいくつかある。分光器による観測では構成員とみなされる小惑星はすべて S 型小惑星であった。これはそれらが主として岩石からなり、表層はケイ素とニッケルや鉄などの化合物であることを示している。このため、この小惑星属はサイズの割には明るい。 この小惑星族の構成員は小さいものが多い。小型の小惑星は二次的な衝突や接道ヤルコフスキー効果などによって時間が経つにつれ散っていくはずであるので、この小惑星族は比較的新しいものだと考えられる。2000年、土星探査機か c ニがエウノミア族の小さな構成員であるマサースキーをフライバイした。しかし、 最接近時でも100万 km 以上の距離があったために表面の観測をするには遠すぎた。エウノミア族は木星と3、1、または8、3の軌道共鳴が起きる位置の中間にあり高い軌道傾斜角を持っている。ゾポロによる HCM 数値解析ではこの小惑星族のコアメンバーの軌道は下記の通りである。また全体的には 下記の範囲も含む。1995年の解析では、コアメンバーだけでも439の小惑星があり、2005年の軌道特徴調査では96,944個のうち4,649個が、この小惑星族の範囲内に軌道を横たえていると、される。このため、メインベルトの5%が、この小惑星族に含まれると考えられる。 軌道を共有するものの、スペクトルタイプから、同じ衝突でできたのではないと考えられる、構成因もある。以下は、スペクトルの調査、PDS 小惑星分類学の数値検査などで、S 型小惑星ではないと判明したため、この小惑星属ではないと考えられるものである。ありがとうございます。